浦田渡るは、日本の男性声優、歌手、埼玉県出身、スワロー所属。以前は、高橋渡るとして、県有オフィスに所属していた。2016年5月2日、ニコニコ動画で活動している、浦島坂田船のメンバー、浦田抜きであることを明かした。趣味は、ボクシング、カラオケ、大の猫好きで、とても飼いたがっている。ジムにも通い始めた。 ストイックな性格で、ダイエットで体重を 48kg まで落としたことがある。情に厚い一面も。ライン変身の速さは、ファンの間でも有名。かなりのカマチョで好きやらば、メンバーにちょっかいをかけている。ライブツアーの宿泊のホテルで、他のメンバーの部屋に乗り込むこともある。苦手な食べ物は、エビやカニなどの甲殻類。ポテトサラダ家族は三兄弟の次男2009年により、 ニコニコ動画及び YouTube で裏キとして活動している。イメージカラーは緑。リスナーの名称はコタヌキ。肩の上に乗っているタヌキの名前は山田抜き。裏キという名前は本名の渡るをローマ字にして後ろから読むと裏田になることに由来する。当時動物の名前を含んだ名前が流行っていたため1番。 しっくりきた、たぬきと合わせて、裏たぬきとなった、浦島坂田船のメンバーである隣の坂田、島、千田をはじめ、まふまふ、そらる、天月などと仲が良い。浦島坂田船のメンバー及びリーダーを務めており、毎週月曜日には、浦島坂田船の月曜日、と称した配信を行っている、アプリ PC ソフトブラウザルジアーの同盟、裏たぬきに、関するカテゴリー。 ありがとうございます。